はないけど、この一回だけは味方として特別。味方でなくていい、敵としてだ。そうか、真珠そのもの。全てを一つにする時が来た。こっからでもはっきり感じる、おじいちゃんの片方の力を。お前では俺を倒せん。俺がお前を倒すんじゃねえ、俺らで倒すんだってばよ。お前をな、マダラ。その二つの力を両方合わせ持つ存在だ。俺の力とお前らの力、どっちが上か決着をつけてくれよ。先鋒、イントンライハ。サスケが、この距離、瞬身。いや、なんだあれは。あったあった、ラントンコーナー。なんか目に見えねえのがうろちょろしてやがる。そうか、俺にははっきり見えてるぞ。もう一人のマダラだ。リンネガンとなって見えるようになったか。貴様は見やしないが感知ができる。ないならこちらの世界からは感知することも目視することも不可能。あのウチハサスケ、奴は唯一俺と同じ直友へのシャリンガンを開眼していた。さぞやその左目も俺の目としてしっくりくるだろう。それがお前の左目の能力。影のマダラにも陸道の千人チャクラによる攻撃は効くか。お前の影は一定時間で自分に戻るようだな。お前に命令されっとイラつくのは今でも変わんねえみてえだわ。俺、最後まで話を聞け。なら俺様のチャクラを使い封印術を仕込める。サンキュー。仕込むな。今さらそんなことはどうでもいい。何があったにしろ今のこいつらはただのガキではないと理解しなければ。シドリナルト、それを俺に向かって撃て。その、なんだ、移動した。サスケ、こいつは俺が止めてっから、本体を追え。2人目の能力も分かってきたぞ、サスケ。うわ、ガンを潰せ。クロゼツをもう止められそうにない。がさすがに早いな、サスケ。早く。分かってる。焦る。カカシ先生、サスケ君。なぜサクラがここに出てくる。カカシ先生、その左目。マダラにシャリンガンを奪われてしまったようだ。それよりオビトはどうなった。マダラがカムイでそっちへ飛んでったはずだ。私は急にこっちへ。この左目のリンネガンを、クロゼツにこのリンネガンごと体を奪われてしまう。クロゼツは俺の右目の動力を使い外へ。これ以上どうなるっていうのよ。もう嫌ってほど。俺もリンネガンを両目に移植することはできなかった。本来の主にリンネガンの両目が戻れば、おそらく誰も太刀打ちできなくな。早い方がいい。この左目を潰してくれ。ってことは大変じゃない。このままじゃマダラにオビトのリンネガンを取られちゃう。心臓に仕込んでいた受印札が消えている。昔に貫かせ、排除した。を照らせ。